まあ、県チャンピオンになって、はい、で九州大会に出て全国大会に出てっていう感じで表彰台でかけてもらう瞬間はさすがに感動しました。あ、こんにちは、サイソン和也です。本日のゲストは2012年ロンドンオリンピックバドミントン銀メダリストの藤井瑞希さんです。よろしくお願いします。まずはやっぱり藤井さんといえばバドミントンだと思っていて、はい、バドミントンっていつぐらいから始めたんですか？バドミントンは5歳の誕生日から始めました。誕生日っていうのきっかけ？ずっと4歳ぐらいからやりたかったんですけど、はい、やりたいやりたいって言ってたんですけど、はい、そのやってるクラブチームが小学校の中学年以上から中学生までのクラブチームだったんですよ。姉が先に行っていて、でその4歳の子をそんなところにコーチも入れれないと、だからまあ5歳になったらまあいいよみたいな感じで誕生日を待って、はい、もう5歳になりましたって言って入りました。へえ、はい、多分お姉ちゃんの影響でバドミントンやりたいなと思った。そうです。あ、はい、5歳と7歳離れてるんです。3姉妹なんですか？そうです。の一番下？下です。はい、そうなんですね、はい、じゃあみんなバドミントン家系で育ってですか？まあ姉だけです。ご両親は特段やってなくて？はい、スポーツはやってたんですけど、はい、野球とバレーです。あ、そうなんですね、はい、野球とかバレーには興味は全くなかったんですか？その地域自体がすごくバドミントンに力を入れてる地域だったので、ちっちゃい町で1万5000人ぐらいしかいないんですけど、うん、そこでもほとんどの人がバドミントンやってるみたいな時期だったんですよ、ちょうど、なのでなんとなくそっちに行ったっていうところもあります、ね、ああ、そうなんですね、うん、でバドミントンもう始めた時からオリンピックに出るっていうのが夢だったりしたんですか？それが1ミリも思ってないです。そもそもバドミントンやりたいって言ったのはお姉ちゃんたちと遊びたいとかみんなの輪に入りたいっていう気持ちしかなかったんで、うん、最初のうちとか別別に強くなりたいとかもなかった。へえ、はい、じゃあどっちかというと遊びの延長みたいな。そうです、もう遊びたいでしたね、みんなと。青森山田高校にバドミントン留学されてるじゃないですか、はい、そこまでの道のりはやっぱりなんか遊びからスタートしたんだけど、はい、目指すものが変わってきたんですか？それがバドミントン始めて本当結構すぐにライバルというものができまして、はい、1人、はい、唯一同級生で勝てない子が隣町にいたことによって、はい、まあ、本気でバドミントンをやろうということになって、はい、でそれがきっかけで目標を立てて上に行く、全国とか日本一になるとかっていう目標ができてきて、うん、って感じですかね。で本気でやるようになったって感じです。あ、そうなんですか、はい、そのライバルは今は何されてる？先生です。結構早い段階で脱落していきましたじゃあ結構早い段階でそのライバルをもう倒したんですね。そうです、小学校2年生ぐらいから意識して、4年生ぐらいの時にその子に勝つって頑張ってたら、まあ、県チャンピオンになって、はい、で九州大会に出て全国大会に出てっていう感じです。じゃあトントン拍子で行ったんですね。そうですね、どちらかというと私はそうかもしれないです。あ、はい、それでオリンピックも出られて、オリンピックってやっぱり違うんですか？別に私は特別なものと思ってないタイプです。お、はい、世界ランクってランキング付けされてるじゃないですか、はい、あれってやっぱ結構当たるんですか？例えばなんか30何位の人が2位とか3位の人に勝つってこともあるじゃないですか。ないですね、せめて16以内がたまたま1位2位に勝つことがあるにしろ、その30何位とかが多分勝つとかは、まあ、特にダブルスに関してなんかはほぼない。あ、そうなの。じゃあ結構当たってるんですね。そうですね、やっぱ1年間通してのランキングなんで、はい、上にいる人たちはちゃんとポイントを重ねられる人たちなので実力があるっていうことなんで。あ、オリンピックのメダル取った時ってどういう気持ちだったんですか？はい、取った瞬間でいうと準決勝を勝ってもう決勝に行けるって時は本当にもうホッとしたっていうだけなんですけど、表彰台でかけてもらう瞬間はさすがに感動しました。何とも言えない感情になったというか、あれ意外と試合終わって流れ作業でもう汗だくのまんま表彰式なんですよ。なんで何の心の準備もなくびしょびしょのまま行くんで、あんまり何の感情もないんですよ基本的に。でもやっぱりこう頭にかけられた瞬間、特にあのオリンピックのメダル私たちの時大きくて、はい、450g ぐらいあるもので結構大きかったので、はい、かけてもらった瞬間にズンってこう現実的な気持ちになって、でさらにこう頭の中に、うん、なんかいろんなこう支えてくれた人の顔が本当に走馬灯のようにこう流れてって、そのおかげで今ここがあるんだなって思います。そのオリンピックのメダルって
どういう風な感じなんですか。すごい気になります。はい、今日実は、はい、持ってきました。ありがとうございます。すごい重いですね。重いですよね。めちゃくちゃ重い。もう結構ね、10年弱、9年とか経つので、ケッポケッポです。ケッポケッポ。もうだんだんと銀貨もわからなくなってきてます。どうでしょう。いや、すごいですね。今またどん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 こうやって大きくなってる。そうなんですよ。リオが500ぐらい。で、また東京が550ぐらい。だからもう首凝りますよね。確かに。そうなんですよ。確かに。やっぱりでもこのメダルを取った時っていうのは感動するんですね。勝手にですね。だって実感なくてペチャクチャ喋っててパートナーと、はい、かけてもらった瞬間泣き出すから、はい、パートナーもうえみたいな、そんな展開あるみたいなぐらいなんか驚いちゃってて、っていう感じでしたね。でもオリンピックでメダル取って日本に帰るじゃないですか、はい、やっぱ変わりましたか、周りの目とか。変わりました。まあ、SNS その時からやってたんですけど、はい、びっくりしたのが本当にフォロワー数が300人とか400人が本当に、うん、3000人とか何千人って一気に増えるんですよ、うん、もう決勝とかに行くとテレビで多分やってるから、はい、うちらは分からないじゃないですか、はい、帰ってきたら山手線にパートナーと乗ろうと思ったら、はい、藤垣ですよねとか言うと、はい、誰ですかみたいな感じになっちゃうんですよ。応援してました、ありがとうございますみたいな感じでもうびっくりしました。じゃあ帰ってきたらもう世界が変わってるんですね。周りからの目が存在を知ってもらってるんでびっくりしました。ああ、それ以外になんか人から気づかれる以外にオリンピックでメダル取って変わったことって何かあります？これよく聞かれるんですけど、はい、特にないんですよ。自分はそんなに特段何か変わったってことはないんですけど、うん、単純にこのメダルを取ったことによってこのメダルを持っていくと本当にその場で笑顔が生まれるっていうのはもう最強だなと思います。ああ、間違いないですね、はい、もうそれが、はい、嬉しいです。別に喋らなくても何をしなくてもこれメダルですって言ったらその場がブワッてこう湧くっていうのは私の中ではすごい嬉しかったことっていうか変わったことだなと思います。あ、確かに見たらみんな変わりましたね、はい、そこにスタッフ全員みんな変わってましたね。うわーって最後に、はい、藤井さんみたいにメダルを取りたいって頑張っているお子さんだったりとか大人の方でもいらっしゃると思うんですけど、そういう人たちに向けて藤井さんからバドミントン頑張ってる皆さんになんかメッセージいただけたら嬉しいです。私は正直バドミントンではあんまりこう何かスペシャルなショットを持ってたり力が強いということはないんですけれども、しっかりと自分で今何が必要なのかとか何をやれば勝てるかっていうのを考えるっていうことがすごい大事なのかなっていうふうに思っています。なので今バドミントンやっていてなかなか勝てないなとかって思う人だったり、目標に向かって何したらいいかなって思う人は考えながら今何すべきかを考えて行動してください。じゃあ考えながら行動するようにしてみてください、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のサイソンスコー、常に何をすべきか考えて行動しよう。